大分市に本店がある豊和銀行は、服装による区別をなくして多様性を重視するとともにジェンダー平等を目指そうと、今日から行員の服装ルールを変えました。女性は制服以外にもスーツなどの着用が認められ、男性は冬場でもネクタイを締めなくても良いようになりました。またジャケットやベスト、スカーフの着用も自由にするなど、ビジネスシーンに合わせてそれぞれ独自判断で服装が選べるようになりました。制服着てる時よりも自分のスタイルに合わせて脱ぎ着もできるし、好きな服が着れて嬉しいです。企業訪問とかが多い時は制服を着て、デスクワークの日は私服も着てみようかなと思ってます。服装の見直しは温室効果ガスの排出量を削減する取り組みにもつながるとして、豊和銀行では期待を寄せています。